ともに優勝を経験している両チーム、この鹿児島桜島の見つめる中で熱きプレーが間もなく行われます。6年前の雪辱を果たしたい鹿島アントラーズジュニアか、一方6年前の再現なるかレジスタ FC か。小学生年代サッカー最強チームが決まる40分が始まりました。第45回 JFA 全日本 U12 サッカー選手権大会キックオフです。左から右へと攻めていきます。赤のユニフォーム茨城県代表の鹿島アントラーズジュニア、一方右から左へと攻めていきます。今日は青のユニフォーム埼玉県代表のレジスタ FC、 6年前の決勝のカードと同じ対戦カードとなりました。放送の解説には北澤剛さんにお越しいただいています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。あっと、チャンスでしょ。あっと、これはチャンスになった。シュートいけるか。早速コーナーキックを得ましたレジスタ FC。 ちょっと前にフィールドしようとしたんですけどね、はい、山崎がプレスに来ましたよね。ここは見事に抑えました1番の阿部壮介、鹿島アントラーズジュニア。コーナーキック1本目はレジスタ FC です。7番の山崎光太が蹴ります。左足、さあファーサイド、これはクリアをしていく。もうちょっとこの高いボールを蹴りたかったというところでしょうか。クロス、さあラインを割りました。舞台はここ鹿児島県鹿児島市の白波スタジアムです。本日はスペシャルゲストとして俳優の井上そらさんにもお越しいただいています。井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ早速チャンスを作ったのはレジスタ、シュートを狙っていきました。これはふわりと浮かせてしまいましたが、積極的な姿勢を見せていきます。こちらが5番の蛭田いける。さあ前後半20分ハーフで行われるこの決勝戦、40分で決着がつかない場合は5分ハーフの延長戦、それでも決着がつかない場合は3人対3人の PK 戦で首位を決します。一人一人が多くボールに関わり、技術力、判断力などを向上させることを目的に今大会は8人制サッカーを導入しています。審判の承認なしで何人でも交代可能、交代選手の再入場も可能となっています。また審判能力の向上を目的として1人制審判を取り入れています。本日の主審は小川亮、補助審判として白石貴明が入っています。さあボールを持ったレジスタ、前を向いた、積極的な姿勢、ハードワークサッカー、クリアをしていきます。3番の鈴木博人、こういったカバーリングがいいですよね、鈴木選手ね。鹿島アントラーズジュニア、この守備ライン3人の統率、守備の要です。さあそして画面映っているのが10番の小笠原博、スローイン、レジスタ FC、 深いところ14番の五十嵐が追っていきましたがラインを割ります。さあ攻め込んでいますレジスタ FC。 こちらが14番注目の五十嵐亮です。キャプテンマークを巻いています。中学校に入りますと柏レイソルのアカデミーでプレーをする予定だという、まさにチームの心臓、力強いプレーの持ち味です。さあ鹿島アントラーズジュニアとレジスタ FC、 6年前にはレジスタ FC 埼玉代表が鹿島アントラーズジュニアを2対0で下して初優勝を果たしました。リベンジを果たしたいのは鹿島アントラーズジュニア、そして6年前の再現果たしたいのが埼玉代表のレジスタ FC です。鹿島アントラーズボールへと変わります。10番の小笠原が蹴っていきました。もう一度小笠原、北澤さん、やはり小笠原はポジショニングが素晴らしい部分がありますね。そうですね、今状況を見極めてますよね、はい、どちらかというと3分経ちましたけども、はい、レジスタの方が前へ前へこう休むことなく押し込んできているので、はい、ちょっと落ち着いてボールをまず持つ時間がアントラーズじゃないですよね、はい、やっとここで収まってきましたね、はい、さあここは9番の岡、岡から中央へ持ち込んでいって、ここに小笠原です。鹿島アントラーズの OB 小笠原光雄さんを父に持ちます。ここはまた鹿島、10番の収まりますね、はい、鹿島が持って、さあ攻めていく。その鹿島アントラーズのスターティングメンバーをご覧いただいています。ゴールキーパーは1番の阿部壮介、うん、さあ中央へ11番の高木が抜けるか、高木、おっとこれはレジスタ、山崎光太、レジスタね、はい、球際強くいく、これがレジスタの持ち味です。そうですね、今一瞬シュートの時間あったんですけどもね、はい、山崎埋めてきましたね、はい、
さあ鹿島アントラーズのスターティングメンバーを続けます。ゴールキーパーは阿部宗介、ディフェンスラインは7番の倉橋幸喜、3番鈴木宏と8番の佐野葵、そして中央には11番の高木瑛斗、10番の小笠原宏キャプテン、そして6番の水戸純平、ワントップには岡秀元です。サブのメンバーをご紹介します。シュートを狙っていった、もう一度、これは鹿島アントラーズがボールを握りました。11番の高木、高木がキープ、このキープ力も鍛えてきましたと自信を覗かせています。さあ鹿島アントラーズジュニアのサブのメンバーです。2番は田村隆生、4番鈴木海斗、5番曽我畑輝、13番大竹蓮馬、14番佐々木隼人、16番東条敦樹、そして18番の関口ハント、そして19番の磯部蓮です。そして一方のレジスタ FC のスターティングメンバーをご紹介してまいります。ゴールキーパーが21番の伊藤春人、レジスタが押し込んでいく、クロスを上げた、中央中には1枚いるが鹿島アントラーズボール、セカンドボールを拾います。レジスタがここはボールを収める、そのですね、いいマッチアップですね。お互い球際強くいきます。そのレジスタ FC、 おっとここはかわした、縦いきますね、クロスを上げられるか、三角君ですよね。18番の三角が右サイドから積極的に攻めていきます。はい、さあこれはゴールキックへと変わります。レジスタ FC のスターティングメンバー続きます。21番ゴールキーパーの伊藤春人、そしてディフェンスラインは22番児玉良平、5番の蛭田行ける、そして18番の三角隼人、14番の五十嵐亮キャプテン、そして7番双子の弟山崎浩太、10番の藤沢海二、そして9番の双子の兄山崎優斗、シュート、その山崎浩太ですが阿部宗介が見事にセービング。今のシュートはこう滑るグラウンドを利用していってますからね。あ、そうですか、そのあたりも計算をしてというところですか。まあ、ウォーミングアップからそういうの入ってましたからね。さあコーナーキックのチャンスです。レジスタ巻いてくるボール、これは14番の五十嵐拾う、拾って18番の三角、しかしここあっと奪いました鹿島アントラーズ。いいですね、小笠原見ていたスペース、さあ1対1だ、シュートを狙うか、まだスペースを、おっと狙っていって、これはシュートいけるか、書き出していきました。攻防ですね、早いですよね、展開が早い、これもこの U12 世代の一つの特徴です。そうですね、はい、考えてプレーするようでは遅いですからね。そうですか、はい、感覚勝負だというところですが、スペシャルゲストの井上さん、はい、これまでプレーを見てご覧どうでしょうか。いやもうなんか行ったり来たりでもなんかすごい僕も見てて大変なんですけど、すごいでもみんなの緊張とこの一戦にかける思いがすごい顔からビシバシと伝わってます。そうですね、はい、集中力がすごいですよね。さあここも集中力、球際を強くいって小笠原へというボール、キープ、シュート、鹿島アントラーズジュニアのファーストシュートになりました。ちょっと思ったプレーと違ってくると、もう相手側がシュートを狙ってくるというね、はい、こういった意識だったりとか、はい、立ち位置だったりとか非常にやっぱレベルが高いですよね。6番の水戸純平、ゴール前のアイデアに非常に優れているという選手です。今もゴール前でシュートという選択、アイデアを見せました。さあ一方のレジスタ FC のサブのメンバーを表記でご覧いただいています。打てる、おっとこれはゴール前の攻防、シュートいけるか、おっと鹿島アントラーズジュニア、北澤さん体張りますね、はい、早いですよね、はい、ディフェンスライン3人の倉橋君、鈴木君、佐野君がね、お互いいいカバーリングしますからね、うん、さあゴールキックは鹿島アントラーズジュニアです。さあレジスタ FC のサブのメンバー引き続きご覧いただきます。2番の渋谷光、そして4番の高橋いつき、そして6番石井優也、8番の古川翔太郎、11番の岩堀高ともいる。さあそして17番の斉藤真希と20番の金平春人、そして1番の富井秀信です。さあここは10番のキープをしました藤沢海二です。JFA 第45回全日本 U12 サッカー選手権大会の決勝、レジスタ FC が今ボールを奪おうというところですが、セカンドボールを拾ったのは鹿島アントラーズ、しかしまた奪った山崎浩太、キープして左、山崎優太、双子の兄、中には2枚いる、山崎かわして
どこを選択するか、切り返して、ここでファーサイドシュート、阿部壮介いる、ヘディング、オフサイドだったんですかね、オフサイドでしょうか、西見君が打ったボールに対して、中でオフサイドだったと思いますけどね。あ、なるほど。ただ2回ぐらい抜きかかってましたから ね、はい、素晴らしい形でしたね。テクニックを見せました。しかし素晴らしい守備を見せました鹿島アントラーズジュニア。そのベンチサイドリポートしていただきましょう。鹿児島読売テレビの園田キューアナウンサーです。園田さん。はい、こちら鹿島のベンチです、はい、あの試合前、中野監督、最高の環境でやれる、そして鹿島に残っているメンバーのためにも、思いっきりプレーをしてこいとそう伝えたそうです。あ、そうですか。そして、選手一人一人の背中を叩いて頑張れと送り出していました。率いるのは中野博監督、38歳、就任1年目でこの決勝の舞台へとやってきました。 J リーグのアルビレックス新潟などで現役時代はプレーをし、2016年に引退。その後は鹿島アントラーズのジュニアユースの監督などを経て、今年の2月に、おっとシュート、これは阿部壮介再三、これは決めてきました。14番、五十嵐亮、今大会8点目、決勝での先制ゴール。レジスタ FC、 6年前の再現に向けて、まずは貴重な先制点をもぎ取りました。打ってくるんですけどもね、いいとこにやっぱ準備してるんですよね、五十嵐君ね。はい、14番、チームの心臓、力強いプレーが持ち味の五十嵐亮が先制点を決めました。レジスタ FC、 幸先良いスタートを切っています。さあ、ここは9番の岡がキープをする。キープをして、まだキープをして、キープも素晴らしいんですけども、寄せも近いですからね。そうですね。そうしてる間にカバーリングが来ますからね、はい。だけどコーナーになりましたからね、勝ちますチャンスですよね、はい。コーナーキックを蹴るのはチームの中心、10番のこちら小笠原博、正確なキックがありますが、3番の鈴木もいる、その鈴木だ、球際行きます、レジスタ、しかしまだシュート、これはどうか、伊藤春人がセービング。さあ、見事なセービングを見せましたレジスタ。先制点を挙げたその後のベンチの様子はどうでしょうか。日本テレビの田辺大地アナウンサーです。田辺さん。はい、レジスタの中条監督、点が決まった瞬間は一瞬大きなガッツポーズを見せたんですが、はい、その後すぐに落ち着け、まだちょっと時間が早いから、ここから落ち着いていこうと、そう指示が出ていました。あ、そうですか、はい、決勝も決して受け身にならず、レジスタらしさを出していきたいと、そう話をしていました。らしさが出てますよね。そうですね、はい、2004年にレジスタを創設し、そこから指導を始めた中条勉監督、45歳。6年前は優勝時は監督ではなかったんですけれども、そうですね、金杉さんがやられたりとかですよね、はいはい、あの監督も非常にこう交代制を取り入れているということで、はい、今大会は中条監督が率いています。いいチーム作りますよね、はい。先ほど球際の激しい部分であったり、北澤さんにご解説いただきましたが、はい、このレジスタのその球際、さらには切り替えの速さ、そして気持ちの強さがレジスタスピリッツなんだと、そういったところを見せてほしいと中条監督も話をしていました。先ほどのシーンです。山崎優太のシュートを14番の五十嵐が詰め込んで先制点。やっぱスピード感があるので、はい、それぞれがやっぱ次の予測が早いので、いいポジション取ってますよね、はい、シュート、あー、いい決まりでしょ、これまたシュートを狙っていきましたが、三住くんですかね、はい、18番の三住がシュートを狙っていきます。三住、そして7番の山崎浩太、この両サイドからのシュートが多いですね。ワイドですよね。伊藤さん、はい、ワントップのレジスタのワントップの山崎優太、そして14番の五十嵐に入った時に、はい、左の山崎、そして右の三住に対してもっと前に出るようにと指示が出ています。あ、そうですか。彼ら仕掛けることによってサイド空いてきますからね、はい、積極的に出てますよね。中央に出て、そしてその後ワイド、このスイッチしていくということですね。そうですね。でシンプルにこう縦に長いボールを入れてくるので、はい、鹿島アントラーズとしてはこう中盤で落ち着く時間がないんですよね。ですから小笠原君が触る時間がなかなか持てないんですよね。そうですか。確かに今日はなかなか小笠原がボールを触れる瞬間がないですよね。時間帯としてはなんかマッチアップとして少し鹿島の方がやりづらさが出てますよね。なるほど。こちらが双子の弟山崎浩太です。先ほどから左サイドから非常に積極的にシュートを狙っていきます。そしてこちらが9番の山崎優太、双子の兄、目を見るだけでどこにパスが来るのか分かると、そう話をしていました。それは強みですよね。はい、こちらが山崎ツインズです。コーナーキックも3本目のレジスター、しかしクリア、シュート、藤沢開示、
この藤沢が2列目から飛び出てくるんですよね。ちょっと一個後ろに五十嵐君がいて、1点目を取って五十嵐君がいて、はい、その前にこの藤沢君、チャンスゾーンの見つけ方めちゃめちゃうまいですからね、はい、この子。今大会も4得点を決めていますが、この藤沢は抜け出し、まあ、スピードもありますから。そうなんですよね、はい、2列目からどういうふうにゴールを狙っていくか、まあ、強みがありますよね、各ポジションにね。さあ前半も間もなく15分というところですが、レジスタが押し込んでいる時間が続きます。ここもコーナーキックのチャンスはレジスタ4本目、まあ、縦に仕掛けることによってコーナー獲得ですからね。左サイドのコーナーキックは7番弟のコータが、そして右からは兄のユータが蹴ります。中には14番先制点、チームの心臓五十嵐もいる。少し離れた位置には あっと笛が鳴らされました。ゴール前で、はい、水戸くんですかね。そうですね、6番の水戸純平、はい、少し話をしています。ただまだ前半の15分が経過したところ、残りは5分ちょっとというところですが、さあ山崎優太の方が切ります。兄です。ニアに2人、ファンに2人、はい、22番166センチの小玉もいる。これはどうか。その児玉を狙っていったボールでしたが、三隅が走っていく。あっと奪いに行きます。戻りながらのディフェンスですよね。はい、残したか残さないか。これはボールデッドになりました。伊藤さん、はい、両サイドからコーナーキックを受けているレジスタの双子の山崎兄弟ですが、はい、実は6年前に優勝した時にも現在堀越高校でプレーし、今回の選手権にも出場する双子の宇田川兄弟がいたんですが、はい、中条監督に話を聞きますと、この決勝まで進んだ時に双子の兄弟がいるのは何か運命的なものを感じるんだと、そんな話をしていました。はい、まさに昨日開幕しました第100回全国高校サッカー選手権、その東京都の代表の一つでもあります堀越高校に宇田川兄弟、宇田川ツインズがいるんですが、その宇田川兄弟は6年前にレジスタ FC で優勝を果たした時のメンバーです、うん、北澤さん、はい、その堀越高校はこの後選手権1回戦がこの後高知高校と迎えるわけですね、はい、中条監督も今日レジスタがまた優勝して宇田川兄弟にエールパワーを送りたいですと、そう話をしています。ですからやっぱこの大会がやっぱ将来に生きてくるってことですよね。そうですね、はい、去年全国高校サッカー選手権を優勝した山梨学院の熊倉拓海、うん、彼もレジスタ出身の選手です、うん、さあ一方の鹿島アントラーズジュニアは北澤さん、はい、東京オリンピックを戦った上田綺世や今ベルギーで活躍する鈴木優真など数多くの日本代表選手なども輩出してきましたよね。そうですね、こう継続的にやっぱ強いチーム作りっていうのはこの育成からつながってますからね。はい、献身、誠実、そして尊重のこの3つのアントラーズスピリットを小学生年代から叩き込まれてきました。このアントラーズジュニア、キープ、中には1人、いいとこ見てますね、あっとこれはスペース、兄弟同士でしたね今のね、はい、あうんの呼吸を見せ たシュート、ヘディング、これはまだある、兄弟ダブルワンツーですからねまだね。そうでしたね、しかし阿部宗介、これレジスタ10本目のシュートだったんですが、阿部宗介が立ちはだかります。こちらラウンド16、ベスト16以降は無失点を継続していたアントラーズジュニアの阿部宗介、先制点を許しましたけれども、その後は再三、これはもぎ取ったかというところ、レジスター、うん、いい表現ですね、はい、はい、おっとかわした、うん、テクニックを見せる、これはゴールキックへと変わりました。伊藤さん、はい、どうぞ。こちら鹿島のベンチなんですけれども、はい、中野監督、まあ、先ほどちょっと先制はされてしまったんですけれども、はい、選手たちに、まあ、指示を出してはいるんですけれども、はい、大丈夫だ、ちゃんと切り替えろとずっと声をかけていますね。そうですか。率いるのは中野博監督、38歳、就任1年目、まあ、自身も J リーグでプレーをした経験があります、まあ、その経験から早い段階から自立した選手になってほしいと、プロの世界で何も言われなければやらない選手にはなってほしくないんだと、そう話をしていました。うん、いい展開だ。さあ山崎浩太、また山崎浩太ドリブルで仕掛ける、中には2人、その2人のうちのファーサイドまだある、三隅から10番のここは藤沢もいる、9番の山崎優太もいるが、かき出していきました、鹿島アントラーズジュニア全員かかってますからね、はい、そして一方の高木に早いパワーですね、児玉くんね、22番の児玉、アントラーズ収めたいですね、はい、
22番の児玉洋平、こちらが166センチのディフェンスです。井上さん、はい、いやー、玉際激しくいっていますが、ご覧になってどうでしょうか。うわー、もうとりあえずレジスタ FC が、はい、攻撃からディフェンスへの切り替えの速さで、やっぱり戻ってくるのが早いんで、はい、こうやって展開もずっとレジスタの方にあるのかなっていうのが、倍速のように動いてますよね。いや、そうですね、速すぎて、うん、しかしそこをこう鹿島の選手たちも玉際激しくいってますよね。はい、このでしょうね、抜けてくればなんですけどもね。はい、北澤さん、まもなく前半も20分というところですが、鹿島どう展開していけばいいでしょうか。まあ、少しずつ中盤でボールを持てる機会が増えてきたので、はい、このやっぱりこうポジティブな部分を後半に持ち越せるようなね、はい、終了の時間にしたいところですよね、はい、でセットプレーですからね。さあ、蹴るのは10番小笠原ヒロ、正確なキックがあります。さあ、中身が密集して誰を狙ってくるか、ヘディングいけるかどうか、書き出していくのはレジスター9番の山崎。前半の20分が経過。おっとこれはシュートを狙っていったがオフサイド。9番の岡、惜しい場面でした。ここで前半終了のホイッスルです。前半11分にレジスタ FC キャプテンの五十嵐が先制点を決めまして1対0。さあ、この後は後半です。いきなりシュートを狙っていきました、鹿島アントラーズジュニア。 JFA 第45回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝、その後半がキックオフされました。前半11分に14番の五十嵐のゴールでレジスタが先制、1対0で後半を迎えています。それがこちらのシーンです。改めて北澤さん、はい、この山崎のシュート、その見事に阿部は抑えたんですけれども、そうですね、ハイテンポでやっぱスピード感がレジスタあるので、はい、ちょっとそこにアントラーズがちょっとやりづらさがあって、シュートの機会というのは前半レジスタが多かったですよね、うん、後半はまずアントラーズはどのように攻めていけばいいでしょうか。なかなかこう攻め手が作れなかった中でいうと、はい、うん、まあ、サイドが出てったりとか、はい、佐野君とかの、ね、オーバーラップというのが結構ありましたから、はい、それがまだ試合の中ではないですから、うん、そこを出していきたいですよね。昨日行われた準決勝でも値千金の決勝ゴール、おっとこれはシュート、これが決まった。レジスタ追加点、決めたのはやはりこの男、14番の五十嵐亮、キャプテンの2ゴール、リードを広げます。こぼれ球からですよね。ここから狙っていきました、北澤さん、まあ、3人寄せに引くんですけどもね、はい、自分でこう角度をつけてシュートコースを見つけていく持ち方は素晴らしいですね、はい、そしてリスタートでここは鹿島を狙っていきました。力ありますよね、はい、伊藤さん、はい、レジスタ FC ハーフタイムの段階で、はい、これもっと後半の立ち上がりをしっかりといかないとやられるぞと、もっとギアを上げていこうと話していた中での先制ゴールでした。あ、そうですか。後半にこの追加点を奪った、まさにこのハーフタイムの指示が選手たちのこのメンタル面でも生きた形になりました ね。本当にこう監督さんがね、どうやって導いていくかということが重要ですからね、はい、まあ、間違いなく 1-0 の前半の折り返しなら鹿島がね、はい、どういうふうに入るのかが一番のポイントでしたから ね。 そうですね、そこを押さえつけていくレジスタのこの1ゴール、2点目。いや、シュートも見事でしたね。そうですね、はい、グラウンダーで滑らしましたよね。ゲストの井上さんも今のシュートはいかがでしたか。うわ、僕もとりあえずちょっとびっくりしましたね。なんかあの、はい、やっぱりリードしてる1対0で勝ってるチームがいきなりこんな猛攻っていうのはちょっと想像もつきませんでした。そうですね、さあ、そのレジスタ、まだ猛攻を仕掛ける9番の山崎優太、折り返してというところですが、18番のミスミエとは通りません。ただここはコーナーキックのチャンスです。山崎優太、双子の兄の方がまず右のコーナーキックから後半1本目です。中にはそうですね、ニアに1人、はい、ファーに3人ですよね。そして双子の弟の山崎浩太もいる。これはいいボールだ。14番の五十嵐がまた狙っていきましたが、これはクリアをするのは鹿島。この蛭田君のね、全体的なマネジメント、カバーリングですよね。そうですね、ポジショニング素晴らしいですよね、はい、レジスタ FC5 番の蛭田いける、まあ、声を出してチームを盛り上げることもできるという、そしてさらには攻撃参加も持ち味の選手です。昨日の準決勝でも非常に素晴らしいビルドアップを見せていました。こちらがその選手。
そして22番の児玉亮平、166センチの大きなこの守備の要、この2人ですよね。はい、昨日も準決勝でね、はい、ストライカーを抑え込みましたから ね、 そうですね、2人でね、現在得点ランキング1位の河村、この選手を抑え込みまして、まあ、しっかりとこの競り勝ったというレジスタ FC です。さあ2対0、後半まもなく4分というところで、レジスタ FC が6年ぶり2度目の優勝に向けてひた走ります。さあこれはまた五十嵐だ、しかしまた親阿部宗介、阿部君もナイスセーブですけど、五十嵐君はいつもなんで君はそこにいるのとぐらいチャンスがありますよね。はい、はあ、得点ランキングも単独2位の9得点目を挙げているこの分かる気がしますよね、点取れる理由が分かりますね。そうですか、はい、そこに立ちはだかるのは阿部宗介、もうこれ以上は失点を許したくない、その気迫が見られますが、ナイスボール巻いてきて、ファーサイドには双子の弟山崎浩太、山崎、そして近くには五十嵐もいます。さあ決勝後半、レジスタとアントラーズ2対0、6年前の再現なるか、レジスタ FC リードを広げています。鹿島としては3点目は取られたくない、ね、ここで1点取れることになるとちょっと試合が分からなくなりますからね。10番の小笠原、はい、そして7番の倉橋幸喜、スペースを見つけた、ここに9番の岡を走らせますが、うん、22番の児玉がセーフティーにクリアをしていきま す、 そうです、ね、こちらが9番の岡です。伊藤さん、はい、こちら鹿島のベンチなんですけれども、はい、あの中野監督、岡選手に対してもっと前へ行けと、そういう指示も出していますね。あ、そうですか、まさに今その前へ行けという指示を体現した形になりました、その岡です。6番の水戸、10番の小笠原、この選手が多く踏んでいるというところです。寄せが早いんですよ、特に小笠原に対しては行きますよね。はい、鹿島の OB、 小笠原光雄さんを父に持つ小笠原ヒロ、7番の山崎浩太、中には2人いる、このクロス、山崎優太を狙っていった、つなぎたいところですね、はい、そしてここにはキャプテン、2ゴールを五十嵐、本当にいいとこにいるな。右サイド18番の三隅、運動量落ちない、クロス、コーナーキックのチャンスはまたもやレジスタ、倉橋もよく行きましたけどね、はい、7番の倉橋幸喜、広いプレーエリア遺憾なくこの自由自在に駆け回るというこの倉橋です。今も積極的に体を張り守備を見せましたが、コーナーキックのチャンスはリードしているレジスタ、巻いてきた、これはクリアしていく、これはラインを割りました、鹿島アントラーズボールへと変わります。こちらが小笠原光雄さんを父に持つ小笠原博、10番のキャプテン、北澤さん、はい、父親譲りのこのキック精度が持ち味ですよね。そうですね、あとやっぱり今なんかもね、周りを見てこう状況確認みたいな、ちょっと似てますよね、はい、おっと抜けた、山崎優太、中には1人シュート、思いっきりには振り抜いてきましたね、井上さんね、はい、いやびっくりしました、入ったのかと思いましたね、パワフルですよね、はい、井上さんも思わずうおーっとどよめきましたけどね、はい、ちょっとびっくりしました。さあその山崎がコーナーキック、またも蹴っていく、これはつなぎたい、ここつなぎたい、鹿島、はい、そして10番寄せ選手、岡さんはヒロ当たったな、振り返して、あっとこれは収められるか、9番の岡よく溜めた、戻りが早いですね、あーね、このもう局面の集中ですよね。高木シュート、チームの練習後、1人居残り練習1時間半シュート練習を行ってきていますと、この高木は話をしています。この狙いはありましたよね、切り返してから左隅でしたね、はい、けどこう いいシーンがやっぱ出てくることによって少し気持ちが、ね、ポジティブになりますからね、はい、今大会も6得点を挙げている中で、まあ、反転してのボレーシュートなど非常にこのシュート精度、そしてキック力を見せてきた高木、この選手にボールが収まればというところですが、持ったのはレジスタ、キャプテンの五十嵐だ、ドリブルで突破して狙うか、奪ったのはこちらキャプテンの小笠原、18番の三隅がロングボールファーサイド、9番の山崎優太兄、左山崎浩太、仕掛けて14番の五十嵐がいた、ちょっとミスに予想はしてましたけどもね、はい、収まる、どうなる、さあ抜けた、
シュートー、伊藤遥人、見事なセービング。あれだけね、突破されたら普通はあそこまで前出れないですよ、はい、かなり前出てましたからね、コース限定してましたよね。岡も見事な抜け出し、そして立ちはだかる伊藤遥人。北澤さん、はい、小学生年代、まさに作業チームを決まる、ああいうプレー見てると将来楽しみで仕方がないですね。そうですね、はい、まあ、この決勝戦、この U12 選手権の決勝戦を戦った選手の中でも埼玉の江南南でプレーをしていた原口元気や、また現在 J リーグの横浜 F マリノスのキャプテンを務める木田拓也などもこの決勝戦で優勝を果たしています、うん、北澤さん、この U12 の大会を通じて、さらにはこの決勝戦で戦ったという、こういったこともその後の人生に大きな影響を与えるでしょうか。いや、与えるでしょう、大きいと思いますよ、はい、もちろん優勝できればというのもありますし、ここで負けた悔しさというのは相当なものだと思うんですよね、はい、そういったことがやっぱきっかけで成長していくと思いますけどもね。さあ、山崎優太がクロスを上げる、しかし鹿島アントラーズボールへと変わりました。この後貯められるかというところです。キープをできるか、高木から少し、これは14番の、やはりこの男がどこにでもいるような気がしますね、はい、ちょっと間延びしてるんですけどもね、レジスタそれでも戻りが早いですから、はい、いや、守りが硬いですね。そしてそうですね、人が熱いからこのずっと動いてますもんね、うん、はい、落ちない運動量。おっと、ここは10番の小笠原、うん、北澤さん、はい、やはりこのレジスタも小笠原が要注意人物ということで 2人3人と囲んでいきますね。より寄せが早いですよね、はい、6年前と同じ決勝カード、茨城県代表の鹿島アントラーズジュニアと埼玉県代表のレジスタ FC の一戦、この決勝戦2対0でレジスタがリードしています。さあ、中には2人いる、そのレジスタ、ヘディングシュート、藤沢海士入ってきますね、藤沢君ね、スルスルっとこう入ってくるんですよね。ハーフタイムに監督とこうちょっと話をしてましたけどね、しっかり受け止めてこういったプレーにつなげていると思いますけどね、はい、さあ、キープをした、三笘いる、さあ抜けてシュートを選んだ伊藤遥人、セービング、またもや良きキーパーいいですね。そうですね、一方のレジスタはシュートが14本、前後半合わせてもうこれまで打っているんですが、まあ、2失点はしているものの、再三セービング、素晴らしいプレーを見せているのが阿部宗介、鹿島アントラーズジュニア。その鹿島アントラーズジュニアのゴールへと攻めていく、ミスミでコーナーだもんな、はい、コーナーキック、前半5本目となく縦に仕掛けますからね、うん、後半これで4本目です。北澤さん、合わせても10本じゃないですか。そうですね、前後半で9本、はい、このレジスタはコーナーを獲得しています。もレジスタの強みとしてはクロスボールからのヘディングが上手いですからね、はい、ショートでミスミ、そのミスミがキープをして焦らない山崎優太、山崎またもやコーナーキックのチャンスです。2人来て左利きなんで左にカットインかなと思うと右行きますからね、はい、ボールの置きどころが、そうなんですよ、非常にこう相手の嫌がる部分ですね、仕掛けのドリブルで両方いける持ち方してますからね、はい、そしてまたニアにはミスミがいます。ショート、そしてミスミ、クロス、ライナー性のクロス、そして10番の藤沢、セカンドボール奪われないのはレジスタ、うわー抜けた、ドリブル突破、うまい、藤沢シュートを選んだ、うまくカバーに行きました鹿島アントラーズジュニア。さあ、ここから切り替えを早くしたいところ、強い、会場がどよめいた、まだ行く、ファウルか、おお、でしか止められないよか、ちょっと止まれた感じですかね。18番のミスミが倒れています、大丈夫でしょうか。ただ北澤さん、はい、岡も闘志あふれるプレーでしたね。そうですね、まあ、試合の中でよりこう力強くいかないと勝てる相手ではないと思ったところ、はい、こういうプレーに変わってきたと思いますね、はい、まあ、元々持ってる力だと思いますけどね、あとは、はい、点を取りたい、勝ちたい気持ちでしょうね。そうですね、
気持ちの部分がどう影響してくるか。さあセットプレーのチャンス、父親譲りの正確なキックが持ち味、10番の小笠原博。中には高木165センチの選手、そして岡もいる。ポストプレーも得意な岡もいます。さあ10番の小笠原が手で巻いてくるボール、伊藤がパンチング、シュート、佐野のシュートはどうだったか。10番の藤沢がこれは回収した。一気に切り替える、これがレジスタスピリッツ。中央山崎優太、右が空いている、その右三隅、三隅シュート、早い早い。もう上から見ててそこだと思うところにボールが出てきますからね。出てきますね、はい、そして人がちゃんといるっていうところが、北澤さんも井上さんも思わず拍手をしてしまうぐらいの、いや素晴らしい展開ですね、まあ、両者ですけどもね、はい、さあ後半まもなく15分というところです。レジスタが依然2点のリードを持っています。攻めていきたいのは鹿島アントラーズジュニア。伊藤さん、こちら鹿島のベンチなんですけど、はい、あっとこれは10番の藤沢、パスもこの部分で抜け出せなかったというところでしょうか。いいとこにいましたよね、はい、まあ、それに気がついてよくカバーしましたよね。そうですね、厚みのある守備を見せるのは鹿島アントラーズジュニアも同じです。そこ後にかな、そうですね、まあ、こちらも鹿島アントラーズの一筋23年間プレーをしていた、現在はゴールキーパーアシスタントコーチを務めている曽我畑仁さんを父に持つ曽我畑輝もベンチに控えています。さあしかし持つのはやはりレジスタだ。奪いました、深い位置でのスローインはレジスタ FC。 北澤さん、はい、もうこの展開の中で鹿島はやっぱりどう戦えば1点返せるでしょうか。そうですね、けど少しずつ良さ出てると思うんですよね、はい、高木君、岡君、はい、あそこのやっぱキープ力を生かしてもうちょっと後ろからそれを追い越すような飛び出しをね積極的にやるともっとこうゴール前へ広がっていくチャンスが増えるんじゃないかなと思いますけどね、はい、でもやっぱり攻めているちょっと時間も増えましたね。増えましたよね、はい、今井上さんも気になっていたそのポイントでもありますけれども、そのあたりも率いる中野監督は、まあ、レジスタは球際も強くて前の推進力があると、まあ、こちらも、まあ、どんな展開でも勇気を持って前に行かなければいけないと、うん、そういう話をしていますから、さあここから残りラスト4分を切ったところで前に行けるか、1点をまずは取りたいところですが、レジスタ立ちはだかる。おっと、三隅テクニックを見せた、前への推進力、三隅、あーこれは鹿島、しかし山崎優太だ、中にはファーサイドに1人、山崎股を抜いて取られないクロス、そしてこの位置に五十嵐、五十嵐が狙っていった、ハットトリック、五十嵐亮、14番キャプテンの五十嵐、見事な見事なハットトリック。今のはもう素晴らしいゴールですね、胸トラップしてシュートの前に周り見てるんですよ、それでちょっとループ気味にいってるんで、五十嵐翔ですね、五十嵐亮の五十嵐翔が、はい、まさに始まった。うわ、面白いボール、そして抜け出したのは一方の鹿島、ナイスキーパー、よく出てきたな、伊藤春人。伊藤さん、はい、先ほどの五十嵐のゴール、中条監督と金杉コーチもう思わず笑ってしまっていましたね。ああそうですか、この決勝で出せますからね。井上さんいかがでしたか。いやびっくりしました、あんななんかもう僕だったらトラップで精一杯だと思うんですけど、やっぱり周りを見渡してシュートに切り替える頭の展開の速さがすごいなと思いました。さあテクニックを見せる、中には2人、藤沢もいる、奪ったのは鹿島、しかしここは球際強くまだ行くレジスタ、岡もスペースに、そうですね、岡がいる、はい、またスペースに出てく、そう岡切り込んで、はい、あっとこれは7番の倉橋、シュートを選んで惜しい見事なシュートを見せましたが惜しくも枠の外、今みたいな感じですよね、守備にいた倉橋、佐野がどんどん出てきましたからね。伊藤さん、こちら鹿島のベンチなんですけれども、はい、監督、まあ、諦めるなと声が、そういう声をずっとかけ続けています。あ、そうですか、
いやどうやってもこういう負けてる時間帯で何ができるかは次に必ず生きてきますからね。はい、まずはこの決勝戦、素晴らしいプレーを見せてあげたいと、感謝の思いを持ってピッチに立ちたいと、そう話をするのは率いる中野監督です。鹿島アントラーズジュニア、11番の高木、真ん中く小笠原、ワンタッチ、惜しくもボールをかき出していきましたレジスター。さあ先ほどリードしているレジスタに選手の交代がありました。10番の藤沢を下げまして8番の古川が入っています。古川君、この古川も攻撃のリズムを変えられる選手という、北澤さん、これはまだ得点を狙いに行くぞという姿勢ですね、はい、さあ後半間もなく20分、3対0、このまま行くとレジスタ FC が6年前の再現達成。そのレジスタは11番の岩堀貴人を投入します。9番の山崎ツインズの1人、ユータを下げまして岩堀を投入しました。受け方うまいんですよね、間で受けるのね。さあまだ狙う、はい、まだ狙う、シュートを狙うか、ループを狙っていった、今出てきたばっかりですからね、岩堀です。これが11番、ファーストプレーですか、ね、はい、ファーストプレー、ファーストタッチがループですよ、はい、まあ、その前に古川君との絡みでしたけどもね。さあこのままいきますとレジスタが6年ぶり2度目の全国制覇を成し遂げます。一方1点取りたい鹿島アントラーズジュニア、しかしここで長いホイッスル、笑顔のキャプテン、埼玉代表のレジスタ FC が6年ぶり2度目の全国制覇、名門鹿島アントラーズジュニアをこの決勝の舞台で3対0で下し、見事見事優勝を果たしました。